柳川市で10月、男子中学生2人をエアソフトガンで撃ったとして、警察は漁師の少年2人を暴行の疑いで逮捕しました。部活動でこの道をランニング中だった中学生は、後ろから腰のあたりを撃たれたということです。警察によりますと、漁師の18歳と19歳の少年2人は10月、柳川市三橋町の路上で、部活動でランニング中の男子中学生2人に、車の中からエアソフトガンで BB 弾1発をそれぞれ発射し、腰や太ももに命中させた疑いが持たれています。中学生2人に怪我はありませんでした。学校の教師から通報を受けた警察が、防犯カメラの映像で少年2人を割り出したということです。少年2人は、エアガンで人は撃っていないなどと容疑を否認しているということです。警察が動機や余罪について調べを進めています。